ガチゴー毎日くマイリッチュおー、始まった。今日なんかいっぱいたくさんの人がいるね。おー、いい感じだね。なんかもしかして特別なことでもあるのかな？そうですね。今回はですね、ガチンコマイル塾の YouTube が記念すべき1万人をですね、超えたということで、非常に多くの方がですね、見ていただいて、もう見てくださっている方だと、2015年の最初の頃からですね、ずっと1年以上ですね、塾長の話に影響を受けてですね、非常に人生の、僕も含めてなんですけれども、ステージを上げている方がいらっしゃったので、今回はそんな方々に関して御礼の気持ちも込めてですね、お届けできたらなというふうに思っております。8年ももうやってますか？すはごい、いです2015ね。年が。はい。2015年っていうと、マイルの修行僧っていう言葉すらなかったよね。飛行機に乗ってマイルを貯めるなんて人いなかったし、飛行機に乗ったらラウンジに入れるなんて知ってる人がいなかったし、ほぼほぼ飛行機に乗って特典を受けるなんてほとんどいなかったもんね。特にホテルなんか当然だったよね。あの頃ホテルなんていうのは VIP 待遇受けたりステータスもらうなんて人は僕の周り1000人聞いても1人もいなかったね。そういう時代からやってたんだね、あの頃っていうのはね。先見性の目があるよね。もう先を読んでたよね。で、カチンコマイル塾はね、もうそう考えるとかなり、もうあの頃は誰も聞かないなと思ってたのにやり始めて。マイル修行って普通の人でもやってるよね、多分ね。この先マイル修行僧が増えるとか、そういうことで、今だからあるブログ書いてる人だったり、旅のいろいろ書いてる人たちっていうのは、みんな、まあ僕たちの後に続いていろんな人たちが増えてきて、そういった部分では旅の楽しさとか、それからマイルの楽しみ方とか、修行とか、ホテル暮らしとかっていうのを僕たちが結構先に走ってみんなに推奨してきたっていう部分あるよね。日本でもだから結構しっかり内閣府から認定を受けてんでしょ、ガチンコマイル塾もね、クールジャパンでね。ちゃんとその仕事やれてきたなっていう感じはするよね。でもね、日本を広めたり旅の楽しさを広めたりっていうことでできてきたかなというふうに思います。まあ今はね、テクニックをね出したり、クレジットカードもそうだけど、いろいろね教えてる人たちもいるとは思うんだけど、僕たちの場合はどっちかというと人生を楽しもうとか旅行を楽しみましょうっていうところにあるので。でもクレジットカードもそうだね、結構前からやってたよね。2015年の当初から塾長がクレジットカードの話もそうですけれども、まあホテルもそうですね、すべてお話ししていただいて、その後に2017年ぐらいになんか時代が追いついてきたというんですかね、まあテレビに実際に塾長の生徒さんが。塾長の教え子がテレビに出るようになったもんね。そうだね、あの頃からやっぱり一気に来たからね。塾長の方、じゃあこれマイルが流行るって知ってたんですかっていうと、実は知ってましたね。遺伝子と人間の進化の度合いで必ず来るっていうのを分かってたので、弟子と始めましょうってことで始めて、僕が弟子に行ったの、いやホテル必ず来るよと。弟子は最初何のことか分からなかったみたいで、ホテルが来るという意味が、それはホテルを使ってそのステータスをね貯める人たちが増えるよという意味ではあったんだけど、あの頃っていうのは弟子的にはあまりそんなことやってる人いないから、ちょっと信じられなかったと思うんだけどね。その通りです。その通りになって、今ホテル関係もねすごい貯めてる人たちが増えてきたということになります。せっかくだから1万人達成ってことでどうなの？弟子 8A なんか質問ないの？まさに1万人の方がですね、この塾長のこの YouTube を見て人生のステージを上げていかれる方がいると思うんですが、今後その1万人を超えたということで、この YouTube は塾長として次の目標っていうのはおありになりますでしょうか？あ、なるほど。そうだね。僕としては、ここ人数は実は全然こだわってなくて、なんでかって100万人の人もいれば200万人の人もいるわけじゃない。だからそこのとこは全然こだわってなくて、いつも聞いてくれてる人がいる、濃いファンの人がいるっていう方が全然大事で、100万人とかやりたければ大規模に宣伝してやれば100万人とか、まあ簡単にいっちゃうと思うんだけど、登録そういうのじゃなくて、本当に登録したいって人だけ登録してくれてるっていうこと。僕は強制的に何かやるとか宣伝するとか一切してないので、それでここまで来れたっていうのは結構すごいかな。登録でね1万人超えたってのはすごいかなと思うんだけど、そういう宣伝とかね一切行為なしで100万人ぐらい行けばいいかなというふうには思うんだけど、旅行業界なので10万人行けばいいかなというふうに思います。10万人はまあ近いんじゃないかなというふうには思いますけど、でも再生回数がね上がっていくとそれもいいということもあるんだけど、再生回数も最近ほら宣伝してる人たちが多いから実際には分かんないんだよね。僕らの場合は再生回数してるけど、再生してる人たちは聞いてるという、で内容を最後まで聞いてる、まあ途中でやめる人もいるのかもしれない、でも最後までみんな聞いてるというのはちゃんと結果として出てるので、なので僕はそれでいいかなというふうに思ってます。だからこれをやれて僕的にはかなり幸せな状態でいるという、そういう状況ですね。ありがとうございます。どうですかね、松田さん、さきさん、何かありますかね？じゃあ私から質問させていただきます。ガチンコマイル塾の YouTube をご覧の方は、ほとんどの方がいろいろ行動されて積極的に旅行とか楽しまれてる方がほとんどだとは思うんですけども、まだガチンコマイル塾の YouTube に出会って日が浅い方とかはいいなとは思っているけども、なかなか行動できてない方っていうのも必ずいると思うんですよ。そういった方にまず人生を楽しむための
ベイビーステップというか一歩目として何から取り組んでいけばいいのかっていうのを教えていただけると嬉しいです。塾長が旅行のチャンネルをやってたり旅行での話をしてるっていうのは、まあ、これ非常に重要な意味があって、遺伝子上人間っていうのは食べたり寝たりするその欲求っていうのがあって絶対にやらなきゃ死んでしまうわけでね、それに近いものが実は旅行っていうのは遺伝子上組み込まれてて、人間が生き延びていく上で旅行っていうのは非常に重要なものになってるんですね。この話っていうのは話すと長くなるからなんだけど、そういったことで旅行することによって実は人間っていうのは進化してきてるわけです。ということは旅行するとやはり進化すると、そんな簡単ではないんだけど、ただ簡単に言うとそういうことなんです。旅行に行った時にアイデアがひらめいたり、旅行に行った後に自分の人生が大きく変わったり、旅行に行くとあいいなと思うわけだけど、実は本当のことを言うとね、旅行ってただ疲れるだけなのよ。わざわざ疲れに行くんだから、家にいてベッドにいてゴロゴロして YouTube ガチンコマリジックの YouTube 見てれば結構いいわけじゃん。それをわざわざあれよ、異国の地に疲れるかもわかんないのにわざわざ荷物を作ってたよ、荷物入れ込んで乗ったこともないような飛行機に乗るわけですよ。そしたらもう皆さん知ってる通り、昔は成田離婚って言われてて、成田でさ飛行機乗ろうと思ったらそのトラブルでもみんな離婚したもんだから、そのぐらい毎日がトラブルになるわけですよ。旅行に出るとパスポートチケット座る席変な人たち言葉は通じない、なんで行くのみんなわざわざということなわけだね。でもみんな行きたいじゃん。いやなんでって言った時みんな答えられないわけ。いやなんか気持ちいい、なんか新しい気分、新しい気分になるのにそんなリスクを犯していくんですか。普通行かないんですよ本当はね。でも旅行が好きっていう人間がね、ほぼ100人聞けば100人答える、私は旅行が好きですと。そんなものっていうのは人間の欲求の中でも少ないんだよね。おそらく100人いてね、へそ曲がりが1人ぐらい、いや俺は旅行嫌いだって人がいるかもしれない。でもやっぱり必ずみんな行きたがる、余裕があれば行きたいしと。っていうことは遺伝子に何かあるのよここは。そうでしょ。でその遺伝子の話聞きたい人は塾長のね別のところで話聞いてくれればいいんだけど、実はそこのところを塾長はやってるということ。ということでみんなにね、旅行してすることによって実は人間は進化して、それで今まで人間っていうのは生き延びてきたということになりますので、ぜひみんな旅行してね、アイデアを出したり自分の遺伝子を活性化させてください、旅行に出て、というふうに思います。はい、ありがとうございます。あとは松田さんいいかな。松田さんから1点だけ質問させていただきたいです。2015年からということで約8年ですかね、ずっと継続をされてくるってすごく大変なことかなって思ってまして、うん、だからその継続の秘訣ってあるんでしょうか。継続の秘訣か、時代の流れに乗れたっていうのが一つ大きいよね。当然これが酒トレンドのものに下りのエレベーターに乗ってたら多分やめたと思うんだよね。やっぱり上りのエレベーターをしっかり選んでそこに乗ったということ、これはまあ弟子1がそういうマーケティングのねかなり知識があったのでそこに乗ったということ、これがまあ一つ大事なことだったんじゃないかなというふうに思いますね。はい、そうですね。今回も貴重なお話ありがとうございます。ガチンコマイル塾、まあ、最近聞かれている方も2015年からですねずっと聞いてくださっている方も、僕自身ですねずっとあの塾長のこのメッセージだったり、まあ、何よりこう塾長の姿勢ですよね、進化していく姿勢っていうのを見ていてものすごく勉強になっていますし、おそらく濃いファンの方はガチンコマイル塾のこう変わっていく姿勢に感銘を受けて影響を受けている方も多いんじゃないかなというふうに思いますので、ぜひですね今後もガチンコマイル塾の YouTube であったり、そしてねセミナーでもっと濃いねお話も皆さん学べますので、ぜひね一緒に学んで進化していけたらなというふうに思っております。そんなわけで今回も塾長貴重なお話本当にありがとうございました。皆さん引き続きどうぞよろしくお願いいたします。ガチンコマイル塾1万人ありがとう